VK4500 には第二次世界大戦中にドイツのポルシェ社で計画された試作重戦車である。工学博士フェルディナント・ポルシェの手になるタイプ180及びタイプ181が計画されたが設計段階で終了した。製造された車両は存在しない。ポルシェの原案では駆動方法の異なるタイプ180 タイプ181が存在し、また、車体の前方に砲塔を配置する形式と、車体の後部に砲塔を配置する形式とが、設計されていた。タイプ180は VK4501 の設計を、踏襲した上で足回りを強化していた。基本形状はよりリファインされ、全面装甲が傾斜した一枚板で構成されたが、駆動方式は、VK4501 を引き継いで、 タイプ101-3ガソリンエンジン2機及び駆動用電動機の構成を採用していた。第2案にはポルシェタイプ101-4エンジンの搭載が計画されたが、総意は少ない。この車両の総重量は64トンと推定された。手法には71口径8.8センチメートル戦車砲が用いられ約68発の砲弾を積んだ。 弾薬の配置は16発が砲塔、四42発が車体、10発が床上である。この他に MG34 を2丁装備するものとした。タイプ181は流体駆動機構を装備するものとして計画された車両である。VK4501 のシャーシを流用したポルシェタイプ102では従来の機械式種変速機の代わりにフォイド製油圧式、 二多種変速機を採用した。この変速機は二機の油圧式、トルクコンバーター二機を装備しており、機械式変速機に効率が劣るものの、電気式種変速機と同等の性能を示すことが期待されていた。しかしながら、この後、開発作業は停止した。タイプ181はタイプ102と同様、流体駆動機構を採用した。タイプ181のエンジンは、 1>, 1次案では、V 型10気筒、335馬力の101、4エンジンを2機、2次案では、ポルシェドイツディーゼルエンジン2機、3次案では、ポルシェディーゼルエンジンの出力向上系を搭載することが予定された。ポルシェドイツディーゼルエンジンは、X 型に16気筒を排する排気量19.6リットルのエンジンで、370PES を発揮する予定だった。 三次案ではこのエンジンの定格出力が 700PS とされ、排気量37リットルのエンジンが一機のみ、試作された。1943年2月17日付のクルップのレポートによると、ポルシェはニーベルンゲンベルグにて3台の VK4502 を完成。エレクトリック駆動で新型サスペンションを装備。量産型ではハイドロリック駆動に変更。 新型サスペンション装備900バリー機のクーディーゼルエンジン搭載、走行圧増加を予定。その後1944年4月25日付のクルップのレポートによると、VK4500 にポルシェタイガー試作型用の3台のターレットのうち1等が完成。あとの2等は、部品は全部揃ったが、アッセンブリー用の工具がなくて放置状態。 さらに1945年マ万スドルフ、兵器実験場東門にて、主砲8.8組ター L70 のポルシェ砲塔を付けティーガーが、マーダー3とヘッツアーともに戦闘団を構成して、T-34 と、構戦との記録あり。ありがとうございます。